重大発表があります。さあ、イグチェス清水太一です。はい、どうも、清水太一です。今年の大会が全て決定しました。大会なんですけど、まずこの IFBB のルールとして、日本の大会にまずは何か出なくちゃいけないというのが追加されていて、アーノルドクラシックをメインに、9月25日で、場所がまだ 100% は決まっていないんですけど、サンタモニカかオハイオかどちらかで必ず行うと、本部の方から確認取れてるんで、で、まあ、アーノルドクラシックは、まあ、本部の方から出られると思う、許可をいただいてます。この日本の大会、まずは予選っていうのを一応出なくちゃいけないので出ます。8月22日モーラカップ、茨城県であります。で、まあ、この大会を選んだ理由なんですけど、アーノルドクラシックのちょうど1ヶ月前ぐらいで、この水の調整やらカーボンの調整やらを直前に持ってきてしまうとコントロールが難しいと、コンディションをバッチリアーノルドに持っていくのが難しいと、近すぎたり遠すぎたりすると、なんで1ヶ月前のこの大会を選びました。それと、まあ、もし仮に非常事態宣言が出た場合でも、茨城県だと対象外になって、会場変更とか日程変更の可能性がないだろうということで、この大会に決めました。メインのアーノルドクラシックなんですけど、アーノルドクラシックのホームページでは、大会の詳細がまだ載ってないんですけど、まあ、本部ではもう決定しているという情報が入ってきていて、この大会です。これに2021年の更新が止まってるんですけど、これから多分もうすぐね更新されると思うんで、これに向けて頑張ろうと思います。はい、自分が出るアーノルドクラシックアマチュアっていう大会なんですけど、日本人でその優勝した人、階級で優勝した人が、まず鈴木雅史さんが1回勝ったことがあります。80キロ級か85キロ級だったかな。で、勝っています。で、まあ、オーバーオールでは勝ってなかったと。で、オーバーオールで勝つとプロになれるんですよ。1位になれる。で、あとは、まあ、もうすでにプロとして海外で活躍されている山口秀忠さんが、アーノルドクラシック212っていうカテゴリーを、オープンボディービルではなくて、階級別の方で、まあ、優勝されていると、プロ部門で。自分が今回、このアーノルドクラシックで、全階級で優勝した場合、その場でプロカードになります。で、このアーノルドクラシックで優勝すると、次の年のアーノルドクラシックのプロコンテストもにそのまま出れられるわけです。で、アーノルドクラシックっていうのは、まあ、ミスターオリンピアと並ぶ名誉がある大会で、アーノルドクラシックで優勝したら世界一と名乗れるレベルの大会です。ミスターオリンピアも優勝したら世界一です。そんな感じの大会になります。はい、実力的にはおそらく勝てると思います間違いなく、まあ、前回かなりパリッパリに絞っていった状態でパワーハウスの人たちみんな優勝していたとみんな言ってくれて、過去のエリックコーチにもあったけど出ていたら優勝だったって言ってくれたし、コリス・コービアも優勝だったと言ってくれて、山岸さんもなんかみんな優勝だったって騒いでるよって言ってくれて、いやー、もったいなかったって。なんで、まあ、そのリベンジということで。うん、今回、弱点部位もね、クリス・コーミアのことでだいぶ改善してきたので、まあ、中途半端な体で出るより、完璧な体で出れるっていうことを考えたら、まあ、いいアピールになるのかなと思います。アーノルドでもし優勝できなかった場合、そのままアメリカに滞在して、今度はアマチュアオリンピア、今回はオリンピアオーランドで行われるんで、そこに出場しようかなと思っています。それが10月6日になります。そうですね、
に出場します。はい。で、あと、まあ問題になってくるのは、コロナの検査でワクチンを、まあ、早く打ちたいんですよね。そのワクチンを、まあ、打てるか打てないかによって、アメリカでのその、なんていうか、隔離免除みたいなのがあるんですよ。ワクチンを打っていると、アメリカではもう隔離なしで、自己隔離なしで、そのまま自由に動ける。これからね、その大会に向けて、まずは8月の12日、ちゃんと仕事出ていくんで、まあ、よかったら見に来てください。頑張ります。じゃあまた。